小笠原がサインを書かない理由は、昔サインを売られたことがあるから。小笠原は小学生時代に木村和志のビデオを見すぎて、ビデオテープが擦り切れた。小笠原のスパイクに黒が多い理由は、他の色だと溶ける瞬間に気が散るから。小笠原は2008年の柏戦で左膝靭帯を損傷したが、そのまま10分間試合に出ていた。小笠原の靭帯損傷は全治10ヶ月の怪我だったが、5ヶ月程度で試合に復帰した。小笠原の嫁は、高校時代のサッカー部のマネージャー。小笠原は2006年のフィンランド戦で、57メートルの日本代表最長ロングシュートを決めた。小笠原は2018年に引退したが、引退試合はやらなかった。小笠原は相手チームのファウルを取らない審判へ、俺にもファウル取るなよと威圧した。小笠原は内田篤人から、神様みたいな人ボスというかドンと評された。